эти бочки с бензином, ты не дай бог, ай, реально страшно, до проводов все достает. こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。先日本チャンネルでお伝えした、ロシア連邦の南西部ロストフ州にあるロシア国内でも有数の巨大石油燃料貯蔵基地をウクライナ軍が複数の無人航空機で爆撃して発生した大火災ですが、消防士延べ500人による消火活動にもかかわらず、1週間経っても鎮火せず、火の勢いは衰える様子がありません。鎮火を祈る儀式を行うため、ロシア正教会は司祭ら聖職者を現場に派遣しました。今日はこのことについてお話します。2024年8月18日午前1時ごろ、ウクライナ軍が無人自爆機を使って攻撃したのは、ロシア連邦南西部ロストフ州のプロレタルスク地区にある石油燃料貯蔵基地です。火災発生から1週間経っても、ディーゼル燃料の火災は鎮火せず、未だに激しく炎を上げ続けています。この映像は2024年8月25日に SNS にアップされました。撮影しているのは消防士のようです。タンクが爆発して火星が増したため、緊急退避します。ロシア連邦南西部ロストフ州のプロレタルスク地区にある石油燃料貯蔵基地での火災は、ドローンによる爆撃から1週間経っても火星が衰えることがなく、周囲の草原の足原にも燃え広がっているといいます。ロストフ州のワシリー・ゴルベフ知事の8月24日の SNS 投稿によれば、石油貯蔵施設の火災は乾燥した足原に燃え広がり、その近くにあった数軒の住宅でも火災が発生したとしています。しかし、ロシア連邦ロストフ州非常事態省は、人口密集地への火災の脅威はないと8月25日に発表しています。ロシアのメディア161チャンネルによれば、ロシア正教会の司祭たちがプロレタルスク地区の大火災鎮火のために礼拝をこの地区で初めて行ったのは火災発生の2日後だったといいます。その後、やけどを負った50人ほどの消防士らの健康を祈るため、病院の礼拝堂で祈祷を行いました。そして消防車など消防機材に聖水をかけて聖別を行い、また消防士たちにも聖水を振りかけて、鎮火の効率化と消防士たちの無事を祈りました。ロストフ州のワシリー・ゴルベフ知事のテレグラム公式サイトへのゴルベフ知事の投稿によれば、2024年8月18日の午前1時ごろ、ロストフ地方に飛んできた無人航空機をロシア防空軍が撃退したとしています。しかしながら、撃墜した無人航空機の破片がプロレタルスクの工業地区に落下し、ディーゼル燃料火災が発生したとゴルベフ知事は述べていました。翌日19日午前0時からプロレタルスク地区に非常事態が宣言されました。ゴルベフ知事の投稿によれば、鉄道消防車、いわゆる消防列車も投入されて、消火活動に当たってきましたが、未だに鎮火はできていません。ロシア正教会の司祭らが投入されてから5日間が経ち、それでも鎮火していないことを見ると、聖職者たちの祈祷も功を奏してはいないようです。しかし、現場で働く消防士たちの心の支えにはなっているのかもしれません。今日はここまでにします。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。Пошел, пошел! Ебать! Жарко, блядь! Блядь! Пиздец, блядь, там же пацаны. Ебать, пришпарило. Ебать. Нихуя себе. Ебать, мы вовремя съебались. Пиздец. Мишаня, не приболела? Охуеть. Ебать! Ебать, если мы рядом сидели. Ебануться, блядь, ебать, нас прижгло, нахуй. Ебать, мы вовремя съебались. И хуля, когда тут сообщишь, что тебе, блядь, все происходит, мать. Ты видел секунду, въебало. Так ты видел выброс, еба. Все происходит махом.